100円パキラで作るミニ水耕栽培。ダイソーで100円のパキラを買ってきました。水耕栽培にするので土はよく落としておきます。IKEA で購入したグリーン色の花瓶です。ハイドロボールを使います。一番上に隙間を開けておきます。蓋をするようにここファイバーを入れます。はみ出たファイバーはカットします。傷んだ葉っぱがあるのでカットしましょう。水やりをして完成です。鉢の底に少し水がたまるくらいにしておきます。水量の調節や交換をするときは逆さにして水を出します。